こんにちは。ということで本日はですね、食ブログチャンネル蒙古タンメンの渋谷店の方に来ました。僕は辛いものを食べたいって言ったんですね。ちょっと蒙古タンメン渋谷店に撮影の許可を取っていただきまして、結構並んでますね、お昼の時間帯。なんか蒙古タンメンのカップ麺はね、よく食べるんですよ。セブンに売ってるものを店舗で食べたことがないので、ちょっと楽しみですね。ああ、昨日夜中にバイブ覚えたよ。あ、ありがとう。必死に覚えた。イケメール、イケメール、イケメール。めっちゃむずい。タイトルは3年かけて覚えたって言っといて出てもないのに。どこだ、これか、はい、辛さ9と書いてある。3、5、6、なるほど、辛さがあるんだ、これ。ということで、テーブル席をご用意していただきまして、本日のメンバーはですね、辛いものが好きだけど日本歴が長い韓国人、そして、韓国人で辛いものが本当に好きな皆さん、そして日本人だけどなぜか一番辛いものを頼んだももちゃん辛いもの好きな3人で来てます。クージーのもうガチガチに辛いものを得意なメンバーで来ましたこっちが絵がやばい、絵がやばい、辛そうしかない、赤い北極の炎ですよね、はい、一番辛いやつですね。なんで撮影する僕より辛いもの頼むねえ、僕かすんじゃうじゃん。いただきます。北極の炎を2つです。美味しそう。以上で商品お払いです。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。うわ、美味しそう。やばい。これはさすがに僕も写真撮ろうかな。珍しいですね。写真撮らないとこれは。よし。はいはい。え、撮れました？撮れました。いつもこれです。いつもです。ブレてもそれがエモい。ということで、中松の初の本格ラーメンです。じゃーん。すごーい。スープ真っ赤。わあ。野菜はもやしがメイン。もやしとキャベツ。あ、結構さ、お肉結構あるんだね。すごい。いただきます。美味しい。全然カップ麺よりこっちの方が美味しい。そうです。カップ麺も好きでめっちゃ食べてるけど。よし、じゃあ初いただきます。あ、でも辛さなんだよ。でもボギー、ちょっと焼くか。あ、そこはね。あ、でもそんな辛くはない、うん、エビりすぎたかも。確かに、うん、あ、でも食べ続けたら辛いのかな。うん、余裕ですか。全然こんなところは全然。いや、でもうめぇ。この太麺がうまい。おいしいですよ。うまい。うわぁ、なんで今まで来なかったんだろう。じゃあ今日来れてよかったね。うん、うん、え、おいしい。これチップスも入ってない。あ、おいしい。
本当用も結構あるね。用か。吉田さんだったら食べれないですかね。吉田さんは食べれない。あの一個は本当辛いの苦手すぎるから。券売機ではないんですけど、言えばこれ以上辛くできると思うんですよ。だから今度は裏メニュー的な、麺が減らないんですけど食べてる伊藤さん、早くないですか。ラーメン食べて早いんですよそうなんですよ、昔からなるほど、ラーメン食べて早いんですよ。おー、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 
汗かいてきた。うん。めっちゃ書いてます、汗。本当だ。ありがとうございます。お客様、お会計。ありがとうございます。このキャベツはどこに入るの？確かに。野菜か。熱い。ヨクさん早くないですか？もう一人でもうすぐ食べ終わります。やば、熱い。今出たって言っても変じゃない。ありがとうございます。やだ、二人ともそんなに余裕でしたね。すごいですね。韓国人にとっては余裕なカートでしたね。結論から言うと。そうですね。でも確かに。ママにあげる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 。寝ないよ、汗が。はい、さっきありがとうございます。ここめっちゃ汗出て。本当だ。あとは。どっちょ。どこそばがいいか、とどう。え、冬だよね、今。うん、お疲れ様でした。全部食べました。熱すぎる。美味しい辛さでした。わー、よかった。完食ですか？完食です。ちょっとスープだけ残しちゃいましたが。あー、あー、美味しかった。辛さレベルではどうだろう。僕が今まで食べたもので一番辛かったものレベル100としたら、45かな、多分ぐらいの辛さですね。じゃあ全然、うん、全然まだまだいけますね。本当に辛いともう食べ進められない。確かに。そう、僕もなんかハッてリアクション取りたかったんだけど余裕だった。普通に美味しかった。あ、でも麺の量どんぐらいなんだろう。え、多分多いんですよ。多いと思う。私ここで一人で完食できたこと一回もない。え、1人前じゃなくなんか 1.5 ぐらいは。 1.5 玉ぐらいあるのかな。確かに、ありそう、ありそう。ということで、蒙古タンメン中本さん、初めてついに念願のお店での、しかもちゃんと撮影許可もいただいての、だったんですけれども、いや、普通に美味しかったです。北極を僕は頼みましたが、うん、麺も美味しいし、スープも美味しいし、すすり方間違えるとむせそうだったので、ちょっとあんまりすすらないようにしようなと思いました。美味しかったです。はい、すごいですね。めっちゃ美味しかったです。辛いですよね。
でも余裕って言ったら僕らは韓国人だし。ああ、そうなんですね。はい、大丈夫ですか。あ、量が多くて、それまで同じ女性の2人は食べめっちゃ美味しかったです。良かったです。はい、ありがとうございました。ということで我々激辛部3名、これからも激辛に挑戦していきます。何か皆さんコメント欄でこれめっちゃ辛いのであったらっていうのをちょっとコメント欄で教えてください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。